お元気ですか？僕趣味です。今回は2021北海道日本ハムファイターズルーキー&スターズプレミアムベースボールカードでございます。こちらはですね、すでにね、1年前ぐらいですかね、すでに上げております。でですね、2022年度版もね、購入しておりますのでね、届く次第、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。またですね、パート1の方ではね上げておりますので、今回は説明はですね、ノーマルカードは、割愛とさせていただきます。レアカード直筆サインカードのみね、紹介しますのでよろしくお願いします。またですね、2021年度版でございますからね、今は日ハムに在籍してない選手もいますのでね、その辺ご了承ください。それではね、早速やっていきたいと思います。で、こちらは1パックカード6枚入り、1ボックス8パック入りでございますので、すべてね、やっていきたいと思います。またね、直筆サインカードってたらね、いいなと思っております。それではね、やっていきたいと思います。まずは1袋目開封していきたいと思います。で、伊藤博文投手の銀箔サインカード付きでございます。はい、袋目いきたいと思います。で、こちら根本遥投手のね、金箔サインカード付きでございます。こちらはですね、シリアルは付いておりませんのでご了承ください。はい、以上でございます。3袋目開けたいと思います。渡辺亮内野手の銀箔サインカードでございます。はい、以上でございます。4袋目開けたいと思います。この伊藤博文投手のね、金箔サインカード付きでございます。はい、以上でございます。6袋目開けたいと思います。失礼しました、5袋目ですね、開けたいと思います。で、清宮幸太郎選手のね、これメタルパワーでございます。はい、改めまして6袋目開けたいと思います。
で、こちらね、今川優馬選手ですね、直筆サインカードが出ました。なんとですね、これパート1の時もね、多分同じ選手の直筆サインカード引いたと思います。で、今川選手ね、まあ、活躍しております。で、かつ、44分の43でございます。これ惜しかったですね。44分のね、44だったらですね、ラストナンバーといってね、価値があったんですけどね、うん、こればかりはね、仕方ありません。はい、7袋目でございます。で、メタルパワーのね、これワンボーロン選手のねカードでございます。はい、で、ラストの8袋目でございます。こちらですかね、磯畑亮太外野手のねカードなんですけど、キラキラ模様でございまして、メタルパワーでございますが、こちらですね、川野流星投手の、あ、これ、ね、金模様でございます。こちらがね限定でございまして、50分の49でございます。こちらもね惜しかったですよね。50分の50だったらね、良かったんですけどね、まあ仕方ありませんけどね。はい、はい、以上でございます。以上で2021北海道日本ハムファイターズルーキー&スターズプレミアムベースボールカードの開封動画を終わりたいと思います。で、今回はね、今川選手をね、まだねちょっと調べてなかったんですけどね、多分2枚目のね直筆サインカードが出ました。で、さっきも言いました通り、この2022年度版の方もね、購入しましたのでね、届き次第、やりますので、動画あげますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかはお任せいたします。ありがとうございました。